よいしょ。あー、痛え。手が焼けるように痛えぞ。これね、海水氷。はい、どうもです。今回ですね、こちら茶色丸肌っていう食材ですね。とりあえずね、袋を破っていきましょうか。この魚めっちゃヌルヌルしてるんだよな。でかい。流れてる汁がこんだけヌルヌルしてるからね。はい、ということで今回ですね、茶色丸ハタっていう魚なんですけども、まあ今ね潜れないんで普通にね買ってきました。 17.2kg あります。結構大きいですよね。それではまずはですね、観察していきましょう。で、茶色丸ハタはですね、こういう茶色い丸い斑点があるから茶色丸ハタっていう名前がついてますね。でね、この魚ね、ぬめりがすごいんですよ。海水で落ちたか。ほら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 、ちょっと糸引くぐらいぬちゃぬちゃしてるんですよ。ここに手入れて最初運んできたんですけど、半端なくこの中トゲトゲしててめっちゃ手入れがしました。かなり危険ですね。絶対手入れちゃダメ。お腹がねもうパンパンなんですけど、もうこれはね十中八九空気ですね。プスってなると思う。はい、ということでさばいていくんですけども、今回ですね刺身とソテーで食べていこうかなと思っております。まず鱗を落としていくんですけども、このサイズになるとさすがに高圧洗浄機全く歯が立たないんで、突き引きでやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。まあ、とりあえずねやってみましょう。なんか思いのほか全然いけた。ちょっと硬いけど、わっ、ちげた。結構分厚めにいった方がいいな。かわいいな、このお腹たゆんたゆんで。なんか冷たいの触れないのってマジでしんどいな。この魚今までで一番すき引きしやすいかも。あ、やべえ、下行ったかも。行ってない。行ってる。超やりやすい。うわ、ここ勝て。ほっぺも入ろっか。ほっぺむずいな。よし、反対側やっていきましょう。表。よし、反対側もやっていきましょう。うわ、やべえ、めっちゃ下行った。よし、ちょっと洗い流していきましょう。で、この端っこはですね、すき引きじゃ取りにくくて、若干取り切れてない部分があるんで、普通に鱗取りで取っていきます。ここは残っちゃダメでしょと思うんだけど、俺は。はい、ということで鱗を落とし終わりました。盛大に失敗しましたね。まあ失敗を恐れたら、ね、上達しないから言い訳だけどね。はい、ということで頭を落としていきましょうか。いや、にしてもこのお腹可愛すぎる。超可愛いんだけど。胸びれの後ろから落としていきます。うわ、硬そうだな。硬え。あ、やっぱしぼんだ。
やっぱり空気でしたね。うん、すんげえしぼんだ。でちょっとここ、これが重いんだよな。そしたら背骨を立っていきます。ここに関節があるんでスッと入れて、じゃあ内臓見ていきましょう。オープン。うわ、とんでもねえ卵が出てきた。やっばすげえな。あとなんか胃袋中入ってるような気がする。立派な肝臓してるんですけど、もうシガテラ当たりたくないんでね、食べません。さて胃袋なんか食ってると、多分いや食ってないかもな。ちょっとね開けてみますか。かてえこれ。すげえ骨だけ出てきた。うわこれあれじゃん、ハリセンボンだわ。ちっちゃいハリセンボンだわ。ハリセンボン食うの？ハリセンボンって食われないためにトゲあるのにさ、食われるんだね普通に。めっちゃ面白いんだけど。かわいそう。はい、そしたらですね、お腹を開いて血合いを落としていきましょう。肛門から包丁入れていきます。でここ傷を入れてササラで洗い流していきます。はい、それでは3番に下ろしていきましょう。いや、にしてもでかいな。で、まずね、皮に切り込められていきます。で、背骨に沿って包丁入れていきます。で、こっちも皮に切り込められていきます。え、めっちゃ脂乗ってるかも。ここの骨硬いんで、もうハサミでいきます。硬いな、ハサミでも。よいしょ。あんだけ卵入ってて脂あるんだ。でね、反対側の方が難しいんだよね。ちょっとね、後ろ側をね、押して前を上げてやると、ちょっと少しやりやすいですね。よし、はい、おろし終わりました。なんかね、やっぱりね、大きい魚はね、さばいてるとこんな感じで血がにじんできますね。そしたら腹骨を落としていきましょう。あー、冷てぇ、いってぇなこれ。こっと、くっそ手が痛ぇ。シガテラ魚さばくのすごい向いてねえな。やっぱこの辺で落とすことになるね。でここもお腹に触れた部分で臭いんで、こうやって薄く引いていきます。はい、そしたら中骨を落としていきます。この中骨の骨すらもめちゃくちゃでかい。
ごいよこれ。はい、ということでね、ようやく柵になりました。まあ、元が17キロだったんですけど、この柵自体は多分4キロ5キロぐらいかな。結構ぶどまり悪いよね。やっぱ畑の魚は頭がねすごいでかい分、あんまりね身は取れないですね。友達にあげる分を切っていこうかな。まあ商品じゃないんでね、適当で。丸まんまでもらってもさばくのめんどくさいからね、こんぐらいのブロックでもらった方が嬉しいでしょう。じゃあ後でね、これ配りに行きます。もうなんかめっちゃ鳥顔みたいじゃない、すごいブニブニ。よし、じゃあここをソテーにしていきましょうかね。こんぐらい地引きにしましょう。ここにね、縁側があるんですけど、見て、真っ白。もう触っただけでギトギトしてる。手で取れると思うんだよね。あ、ちょっとし、うわー、これはやばいぞ。この背中のここに油乗ってるんで、この辺でサクッとってみますか。じゃあ一旦こうやって切って、これをまた半分に切っていきます。これはうまいぞ。あんだけの卵にさ栄養いってて、こんだけ脂乗ってんだよ、やばいね。でこれソテーにするんですけど、このままだと皮がかなり丸まってしまうんで、切り込み入れときます。そしたら軽く塩コショウ振っていきます。小麦粉をねまぶしていきます。あわー、やばい、唐揚げにしたくなってきた。もうね、魚の感触じゃない、鶏肉。はい、そしたらバターがないんで、マーガリンが3分の2のこの物質を使っていきます。いつバター復活するんだろうね。うわ、でもうまそうだな。ちょうどいいや。粒マスタード、こちらを入れていきます。これはね結構合うんですよ。それじゃあ縁側を食べやすいサイズに切っていきますか。こんぐらいかな。じゃあね、刺身も切っていきましょう。で、湯引きにするときはですね、こんな感じでキッチンペーパーで全体を巻いてあげると、より均一に熱が伝わりますね。はい、そしたらお湯をかけていきます。そしたら氷水で冷やしていきます。天敵ですね。はい、それではいただきます。ソテーの方から食べようかな。いただきます。身がしっかりしてますね。若干筋っぽいっていうのかな、ちょっと大味になってるかなって感じですね。まあ全然美味しいは美味しいんですけど、まあそんなにって感じですね。はい、じゃあちょっと縁側食べてみようかな。豚バラ肉みたいなんだけど、これはすごいんじゃないの。いただきます。うわ、すっごい脂、療養中にはきついぐらい脂が襲ってくる。もうめちゃくちゃ濃厚で、しかもなんかこんだけ大型のハタなんで、食感がね結構しっかりしてて、なかなか噛み切れるとかほどけるとかそんな感じじゃなくて、もう脂が噛むたびに襲ってくるみたいな。はい、じゃあ縁側の湯引きもいただきます。どうでしょうね。
皮のコリコリ感が加わって、でプラス生の縁側はちょっと油が黒いかなって感じだったんですけど、茹でることによって余分な油が落ちてちょうどいい感じになってますね。うまいわ。普通の刺身いってみましょう。いただきます。いや、あれ大してうまくないぞ。思いのかね、筋っぽくて食べづらかったんで、さっきの3分の1くらいでね、切ってきました。どうかな、こんぐらいだったら美味しいんじゃない。いただきます。うん、うまい。わ、めっちゃ美味しい。そんなに脂乗ってなかったんですけど、魚の脂の旨味がすごいっすね。もう噛めば噛むほど出てきて、それも乗りすぎてなくてちょうどいい。食感が良かったのでめっちゃうまくなりましたね。で、さっきまではその口の中がもうもごもごして味わうみたいな感じなかったんですけど、ちっちゃく切るだけでこんなにうまいんだ。はい、ということでごちそうさまでした。いやー、やっぱりね、ハタはうまいっすね。去年の今頃にチャマルにめっちゃ似てるヤイトハタっていう魚がいるんですけど、それの40キロのサイズを食べたんですけど、でそれがなんかホタテみたいな味で、もうなんか魚じゃなかったんですよ。なので今回ね、17キロはどうなんだっていうのはね、すごい思ってたんですけど、これはうまいです。もちろん寿司バッターいるんですけど、普通にちっちゃく切れば気にならないぐらいの硬さなんでね、前に食べたホクハラと比べても全然うまい。はい、ということでね、僕はもう満足です。はい、それではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。